安筆花は元日本国籍の朝鮮民主主義人民、共和国公民、東京都葛飾区生まれ、日本名は平島筆子。1959年12月の帰国事業で在日朝鮮人の夫とともに北朝鮮に渡り2003年1月に日本に帰国した。北朝鮮を脱出し日本に帰国した日本人妻として初めて名前を公表し、 テレビ朝日、報道ステーションなどに出演して、北朝鮮に残した家族の救出を訴えた。しかし、2005年4月18日に、北京の北朝鮮大使館で、記者会見し、北朝鮮に戻る意思を表明した。この会見で、朝鮮語で話した安筆花は、日本を批判し、北朝鮮を賛美した。家族に会いたい思いが募り、北朝鮮に戻る決心を固めたと思われる。 この会見の翌日に安筆花は北朝鮮に入った。後に彼女の北朝鮮への旅費を苦免したと衆議院議員の平沢克恵が証言したが安筆花の中国にいる家族に会いたいとの要望を受け中国への航空券を手配しただけで北朝鮮行きは予期していなかったとしている。その後2005年6月7日に安筆花から平沢宛に届いた手紙には 子供たちと幸福に暮らしています。先生ぜひ朝鮮に来てくださいなどと綴られていた。平沢は彼女の筆跡に間違いない。本人の気持ちも一部入っているが、私に包丁を促すなど、北朝鮮当局に書かされたと思われるくだりもあると述べている。北朝鮮事情に詳しいジャーナリストの得たに谷修和康、筆花の一連の行動について、 安筆バナー北朝鮮に戻った後に北朝鮮の公安の尋問を受け日本の北朝鮮政策や北朝鮮に批判的な日本人北朝鮮に批判的な団体についての情報を喋ってしまった可能性が高い脱北者を支援する団体の活動の妨げにならなければいいがと話している2018年1月11日に 心臓麻痺で死去したことが3月16日になって報道された。実名公表、子供の安全を脱北の日本人妻が訴え、共同通信社。 47newshttp://www.47news.jp:/cn/200307/cn2003072201000408 html2013 年12月26日日閲覧。北朝鮮に戻ると、日本人妻、騙されたと表明。共同通信社 4 7 n e w s h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 0 5 0 4 c n 2 0零5 0 4 1 8 0 1 0零3 9 5 0 h t m l 2 0 1 3年12月26日日閲覧。幸せ、北朝鮮に来て、日本人妻が、平沢議員に手紙、共同通信社。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200506/.cn2005060801001746.html2013 47年12月26六日閲覧。北朝鮮に戻った日本人妻、平島筆子さん死去79歳。朝日新聞。 https w w w a s a h i c o m articles asl3j62ggl30-04-volt html2018 年3月17日閲覧ありがとうございます。